ソーマ、テルトくん、バウ、マイストくん、シュン、ナイトでーす。ナイトへニューイヤーグッズ紹介企画、イエーイ、来た来た来た、やっと来たぜ。今回も、我々5人メンバーでですね、リスナーも気になってると思うこのグッズ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。でもやっぱりせっかくのねニューイヤーズグッズだからニューイヤーっぽく紹介したくない？ニューイヤーっぽい紹介って何？そこでこいつの登場です。じゃじゃーん。うわ、なんだ、なんか見たことある箱だ。新しい。今回ね、待ちに待ったニューイヤーグッズということでこんな企画を用意しました。題して、上手に言えるかな、お題ワードでグッズ紹介。何つもってんの、しゅうちゃん。今日めっちゃ元気だな。他のメンバーにね、言わせたい単語や語尾をみんなで書いて、なるほど、この箱に入れます。なるほど、はい。でグッズ紹介者は中の紙を引いて、グッズ紹介中はお題を自然に織り交ぜないといけません。ちなみに上手に言えなかった人はね、罰ゲームだからね、みんな。うわ、どういうこと、ちょっと。じゃあみんなで書いていきますか。いきましょう。オッケー、書き書きタイムスタート。スタート。ガキガキガキ、よし、書きますか。ガキ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 。じゃあ、てるちゃん、はい、くじを引いてください。運命の瞬間です。まあ、任せてくれよ。さあ、なんとお題のワードはじゃん、こちらです。おお、突然のノイズ音、口で誰の字だよ、これ。めっちゃニヤニヤしてるやついるよ。おい、しんよ、こっち来い。僕が紹介するのはじゃん、ランダム缶バッジでございます。おー、ナイス缶バッジ。2024年ニューイヤー新ビッツ、そうそうそう、なんか、ん、なんか僕の調子悪いかもしれない。2024年ニューイヤー新ビッツを使用しているということで、圧倒的な我々の格好良さが出てしまってると思うんですけど、なんとですね、今回シークレットもございます。ザザ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 、雨が降ってるのかな、なんかなんと、あたりは直筆サイン付きでございます。すごい、こんなね、めちゃくちゃ素晴らしい缶バッジなので、みんなぜひとも お手に取ってね。最後までいける感じかな。あれ、ザザ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 ザ。ペルトどうでしたか。シート絶対に許せないから本当に。今回こんな難しいワードのお題があるわけですよ。やっぱりこれ次のメンバーはやっぱシューちゃん行っちゃってくださいよ。まあまあそうなるよね、うん、よろしくお願いします。何が出るかな、何が出るかな、どれ引くのかな。変なやつ、これ変なやつ、こんないっぱいある、一番やばいやつ。じゃあこれで、いや、なんだ、え、なんだ、初詣だそうです。おー、はいはい、楽勝でしょ、あのテルトのわけわからんやつ。おい、お前が言ったんだから、おい。次に紹介するのはこちら、定番ですね、アクリルキーホルダー。新しいデザインのアクリルキーホルダーがね、5種類あるわけなんですけれども、白騎士というね、テーマで、これめちゃくちゃ良くない？めっちゃいい、めっちゃいい、ね、ちょっといつものね、俺たちとは違うテイストで、ね、めちゃくちゃいいから、普通に新年だから、うん、こう初詣とかだったりね、親戚の家に行く時とか旅行行く時とかにも、うん、いっぱいこれで写真撮ってほしいね。他だったらどこを連れて行きたいとかある、みんなだったら。初詣いいよね。これ以上自然な言い方なかっただろ、初詣で。そしてね、この裏面側もね、ナイトへの俺たちのトランプ柄が散りばめた形になってて、めっちゃいいんで、皆さんぜひこれを持ってね、とにかく初詣に行ってくれ。よろしく、よろしく。初詣だけ行け。初詣言い過ぎだろ。初詣以外行くな。ちょっとシンプルすぎて逆に難しかったかもしれんな。まあ先輩の僕からね、まあまあまあそうね、まあまあまあ、うん、ナチュラルではあったから。じゃあ運が悪そうな、なんで見えない、何笑ってんの、何笑ってんの、違う違う違う、こっち見てきたんだ、違う違う、運が悪そうな、運が悪そうって言ってさ、めちゃくちゃ呼ばれたそうな顔してたんだ。どんな声だ。ソーマちゃん、運は悪くないよ。ソーマちゃん、ほら、じゃあ行きたいと思います。3番手ソーマでございます。行きます。はい、シャチホコでございます。ちなみにこれ俺が書きました。はい、運動自得、はい、運悪い。でも考案者だからね、まあどうやってくれるのか、まあ、真似する可能性もあるしね、うん、次に紹介するのはシャチホコメタルカードコレクションでございます。イエーイ、イエーイ、
今回なんですけれども2024年ニューイヤーの新ビジュアルを使用した、メタルカードコレクションになっております。イエーイ、シャチホコ。さあということでこれ皆さん見てください。本当にね、はい、これ見てください。左側でめっちゃ笑ってる人いますけれども、等身大の、メタルカードとですね、こちらのデフォルメバージョンのカードも出ております。ちょっとこっちのメンバーにもちょっと、はい、シャチホコ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 よっ。いや素晴らしい、もうそまち優勝なんじゃない。社長も仲なかったな。今度からは絵を描かないようにしたいと思いますということでありがとうございました。メタルカードコレクションでした。イエーイ、シャチホコ。では続いてのですね、シャチホコを、紹介していきたいなと思います。シャチホコマキちゃんでお願いしますよろしくシャチホコ入れてないよね。もうシャチホコ入れてないよ。もう大丈夫だよね。シャチホコ丸には入れてないから大丈夫だよね、うん、これなんだろう。なんだなんだ、なんだ、きた、おむすび。おむすび、おむすび、マジだ。そんな食いしん坊なやつ。すいません、僕入れました。あー自分でしたか。なんで帰ってくんのこれやってまいりました。我々の定番グッズ、ランダムミニ色紙でございます。イエーイ。白騎士と雪騎士の2種がラインナップされております。イエイ。おー、なるほど。めちゃめちゃかっこいいんだよ。見てこの冬らしい衣装、うん、めっちゃかわいいし、ビジュアルもねめちゃめちゃいいんですよこれ、はいはいはい、見てこのそまちゃんのポーズ。いやすごいな、うん、めちゃめちゃかっこいい。あ、本人がいる。身長高すぎてね白騎士の新しい衣装もね、うん、ビジュアルもめちゃくちゃいいわけですよこれ、うん、で今回なんだけどこの雪騎士の方には銀のね白押しがされていて、雪の結晶でね季節感たっぷりとなっております。当たりはねおむすびがついてくるんじゃなくて直筆サインがついてくるということね。我々ちょっとずっこうやめてくんないねじゃあ当たりはおむすびがついてきますありがとうございました。ついてきません。直筆サインね我々めちゃめちゃたくさん書くので、みんなたくさん買ってお家で飾ってください。よろしく、よろしく、よろしく。おむすびがついてきます。ついてきません。随分とスムーズだったね。いやでしょ、ねえ、うん、おむすびは、いやだったけど、お題が悪かったあれは。何や、うん、難しすぎる。じゃあ俺が本物見せよっかな。来た。それじゃあ早速引いていこうかなと思いますよ。あーこれ旬のニュースだな。巨人巨人ね、なるほどね。バウが紹介するグッズは A4 クリアファイル。見てよこれ。おーおーおー、かっこいい。いやマジで今回のビジュアル一番好きだわ、ね、え、いい、買って30万枚買ってそれぐらい、ね、クリアね、ファイルとねして使ってもらいたいしさ、うんうん、まあ、部屋に飾ったりしてほしいよね、うん、ねえ、うん、30万枚ってことはさ、うん、普通の人じゃさ30万枚持てないじゃん、うん、あ、そうか、ね、確かに確かに確かに、ね、個人とかがさ、うん、使うんじゃない。何に使うのそんなに。いや、もうクリアファイルつけちゃってさ、巨人になったらさ、あ、鎧に、鎧だよね。あ、鎧、騎士なだけにね。全然うまくなかったけど誰何言ってんの。買ってくださーい30万枚買って。いやマジでさ、うまかったっしょ俺の巨人。あ、ごめん、グッズ紹介、違和感しかないから逆に違和感なかったかもしれない。それじゃあ次シーン行っちゃって。あ、俺から。オッケー。じゃあ2回目俺が引くのはこちらです。何が出る、誰が出るんだ。嫌な予感する。美しい蝶々って書いてある。はい、来ました。おー、おー、いいじゃん。誰が書いたんだろうこれ。誰が書いたんだろう。なんかシャチホコのとなんか同じ匂いするけどね、これ。美しい蝶々。シャチ？シャチ書いたの？美しい蝶々書きました。ちなみにシュンのために書きました。なんてことをしてくれたんだお前。今回新たに加わった新グッズこちら、ランダムクリアカードでーす。映えるやつじゃん。映える映える。ね。こうやって透明になってて背景と一緒に写真を撮ったりとかできるっていうやつだね。うん、これもね、刀身とデフォルメの両2種類があって、うん、ってなってるんだけど、今回もう一つちょっとギミックがあってね。あ、これバウとソーマのカード、これ合わしたらお、こうやって2人がね、おー、すごい、一緒に写るみたいなこともできちゃうわけだ。
こんな感じでね、うん、あ、テルマヒもいい感じになってて、おー、すごいですね、こんな感じでね、自分の推しと一緒にすごい映える写真が撮れるんで、綺麗な風景だったり、うん、ね、美味しい料理だったり、うん、美しい蝶々だったり、おおいろんなものを撮ってみてほしいな。ランダムクリアカード当たりがついているので、俺たち全員でね、直筆サインを書くので、ぜひ当ててくれよな、お前ら、よろしく、よろしく、映えるやつじゃん。じゃあ続いてはマヒト、よろしくお願いします。行っちゃっていいですか。はい、行きます。なんだ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 、来た、ボなに、ボって当たりカード来ました。どういうこと、ボ、やばー、これ当たり、ボってなんだ、これはですね、もう自分自身のマヒちゃんが思うボ表現してもらいたい。ボ、そういうこと、そういうこと、それでやべー、楽しみだな。今回ですね、僕が紹介するのはこちらのカードアクスタでございます。イエーイ、いや、ここにね、商品あるんだけど、組み立てるとこうなるんだよ。なるほどね、初めてだよね、この形 ね、そう、かわいい、初めてなんだよこれ、めちゃめちゃかわいくない。バストアップのアングルで、いつものアクスタより顔が大きくプリントされているので、僕たちの顔がよりね、大きく見えてしまうということでね、はい、まあ、いろんなところに飾ったりとか、お外でお写真撮ったりとか、いろんなね、使い方を僕たちしてほしいよね。ねえ、ね、ということで、今回ですね、このカードアクスタ、僕からの紹介でした。ありがとう、すげー、じゃあお次は、てるちゃん、はい、何が出る、何が出るかな、何が出る、これな、ボ、お、お、お、何それ、森ゆさの声真似。おお、来た、森ゆさ、森ゆさの声真似、マジかよ、難易度高すぎない、激アツじゃん。いや、ミュートだったらもういけるよ、ね、確かに、うん、頑張っていこうと思います、まあ、素晴らしい、はい、森ゆさ、森ゆさ、森ゆさ、さあさあ、ということでですね、今回僕が紹介するのはアクリルカードキーホルダーでございます。ナイトエーらしいデザインのカードキーホルダーになってるでございます。なるほどね、なるほど、こちらからね、スマチャチャ、マイチャチャ、セチャチャ、テレチャチャ、バオチャチャになってますけど、はい、チャチャ、メタルカードコレクションを収納してキーホルダーにできるという優れものでございます。そうなんだ、はい、新しい、これ、これ誰、え、誰、テルサ、びっくりした、マネさんですけど、めっちゃかっこよくない、誰、誰、めっちゃかっこいいですよ、本当に。こちらの商品で、ね、裏もこんな感じでライトへのカード風になってて、トランプも刻まれているので、ぜひともお買い求めください。テルサでした、ありがとうございました。イエーイ、素晴らしい、明日声出ないってこと次のメンバー発表しちゃっていいですか。お、はい、おバウ君、こちらへ行くよ、俺といえばね、あの吉田の感じあるからね、確かに、まあ、まあ、確かに吉田ラメと出してましたからね、うん、出ようと思います、お願いします。我が紹介する、これは2024年カレンダーどうせ前回もね、すごい良かったんですが、うん、イラストの比率が実は変わっていて、はい、イラストがでかく、何笑ってんだしよ、お前、俺が説明どうすイラストがね、でかくなってるんだよね、なので、うん、俺たちがすごく見やすいと、はい、そしてね、まあ、イラストと月のページがセパレードになっているということで、はいはいはい、好きなイラストを組み合わせて楽しむことができるということで、おー、素晴らしい、まあ、ちょっと1月はバールの気分かなと、うん、12月は誰の気分なんだい、ほんまね、12月誰の気分なんだいってなったら、もう修道生お前、マジで鼻で笑うなよ聞こえてた、皆さん、お手に取ってください、よろしくお願いします、よろしく、よろしく、どうすどうすはい、じゃあ次のどすえはトーマです。お、どすえ何をくんだ、さあ何をくるんだ、何をくるんだ、もうちょっとやばいかもしんない、これもう、お願い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 って何やばいの来いってこと、いきます、ポン、俺だけのお前にしてやるよ。おお、バウだね、これはね。俺だったらね、俺を漢字で書くから。
まあ俺は漢字で書けなかったんだけど。デルトだったの？いやちょっとこれメンバーに呼んで欲しかったからさ。なるほどね。ワールドのイメージ強いんだけど。やばい、俺に当たった。じゃあ相馬バージョンが聞けるんだ。相馬バージョン頑張ります。よろしくお願いします、続きましてニューグッズでございます。皆さん、こちらシャカチキ…あ、シャカチキ…社長子ね、社長子。社長子でも…社長子やつするのかい。社長子で一回も…お前らが言うからさ、一回通し、一回ね。さあ、ということで、続きましてニューグッズでございます皆さん。はい、こちらですね、シャチホコアクキでございます。いや、シャカ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 アクキでございます。イエーイ。雪騎士のデフォルメキャラがですね、シャカシャカ動くでございます皆さん。本当シャカシャカしてください。入ってるね、このシャカシャカ動く、これデザイン雪も入ってるし、バラとかいろんなデザインが皆さん入っているので、ぜひこちらをチェックしてください。よろしくお願いします。あ、いいね、綺麗だね。じゃあみんな前にかざして、ゲットだぜ。俺だけのシャカシャカ茎にしてやるよ。よろしく。セリフ違くね。バウどう思った？まあいいんじゃない。ここからは二人三人でやっていきますか。やっていきましょう。やっていきましょう。テレマヒできますか最初。オッケー。はい。二人でお題やんなきゃいけないってことだからね。そうだよ。ね。違うやつやるの。はい。二人で行っちゃおうよ、もうマキちゃん。しました。はい。領域展開とアタックスピード、アタックパワーです。わかんない。テルト自身のこの ASAP をやればいいんじゃないか。ASAP に任せて。領域展開。おー、来たー。おー、こちらはですね、新商品ネイルシールとなっております。イエーイ。めちゃくちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いでしょ。超可愛い。これでしょ。超可愛い。完全に ASAP 理解してるからね、本当に。なるほどね。こんな感じにできるからね。そう、今回ネイルシールなんだけど、まあ、板ネイルをしたいとか楽しみたいっていうリスナーさんにはとても必見で、既存のデザインにこのシールを貼ることによってすぐに板ネイルができちゃうっていう。なるほど、すごいよこれ本当に。すごい。いや、すごいんだよこれ本当に。何しなってると。どうしたのしーちゃん。なんでそんなテンション高いの。よく ASAP だから今、ネイルチップとかに貼ったりパーツを組み合わせて使ってほしいね。パーツはついてこないから気をつけてね。以上、領域展開でした。これで正解？ ASAP と領域展開。正解。これ正解？めっちゃ正解。正解ならよかった。ASAP って結局なんだったの？アズスンアズポッシブルってできるだけ早くって意味だったらしいんだけど、あいつすごい。あいつパワーだと思ってた。あいつ2回言ってんじゃん。すごいな。領域展開。じゃあマキちゃん引いちゃってください。いきまーす。いきまーす。なんかテレトかわいそうなやつしか引いてない。え、なに？誰が入れたのこれ。ちなみに掛け合わせてエッチな成人式ってなんやねん。じゃあ2人が思うエッチな成人式しようよ。いやいや、ごめん、巻き込まないで。ここで違うから。ごめんね、僕ら精神同体の人たちはね。ここで違うから。ダメだよ。ナイトレーらしさと和テイストが融合したデザイン、ランダムお守りということで、金色の糸がかっこいいね。美しい。美しいね。美しい。まあ、やっぱりこれ成人式にさ、こう着物とかにもさ、こうつけちゃってもめっちゃおしゃれだよね。いや、いいよ。ちょっとマキさん、エッチじゃない？ちょっとマキちゃん。そんなことないよ、本当に。誰のデザインが出るかはお楽しみでございます。なるほど。そこからもうドキドキが味わえると。そう、チャレンジしてみてね。よろしく。よろしく。いや、やりにくい。お題が悪いと。本当だよ、絶対バグでしょ。エッチだね。この人誰か通報してください。すみません。やろう。エッチだね。やめろ。美しい。美しいな、これ。オッケー、じゃあ俺たちは3人で1個のお題でやりますか。あ、いいよいいよ、行こう。けっけー。マジでやばいの来い。ドン。除夜の鐘。じゃあ除夜の鐘鳴らしていこうよ。うん、いいよ。はい、ということで新グッズなんですけど、はい、これマジですごいです。お、マジっすか。来ました、イニシャルネックレス。
ナイトイ初のネックレス今回出ました。イニシャルがね書かれてるんですよこちら。シウンと相馬だったら ね一緒じゃない S で、そうだ ね両方違うデザインの S になってたりとね、一人一人すごくこだわったデザインになってます。素晴らしい。でね、そもそれだけじゃないんだよね。それだけじゃないです、なんと裏面にメンバーの誕生日の刻印入りでございます。すげえ。ケースの箱もね、ナイトエブランドのロゴですよ、ね、こちらめちゃくちゃいいな。マジで超かっけー。買ってくださーい。買ってくださーい。ぜひジョヤの金にね、うんうんうん、ちょっと用意してるんで鳴らしちゃっていいですか。用意してる、はいはいはい、さあ皆さんぜひネックレス買ってください。よろしくお願いします。いくよ。いきますよ。せーの、ボーン。ありがとう。買ってね。マジ買ってね。ここまでやらしたんだから買ってよ。頼むよ。ボーン。さあじゃあラスト。ラスト。お題をね、じゃあコマに任せてもらいましょう。こちらでございます。ラスト。ラスト。ポン。何？サンタクロースでございまーす。なんですけれども、はい、続いてもニューグッズでございます。なんですか、なんですか。今我々身につけております、これです。ボアブルゾーン登場いたしました。しちゃったね。冬を乗り切れる初のアウターが登場いたしました。いやマジでね、いい。ブルゾン好きなんだよね。ねえ、いやしかも2人ともさ肩掛けしてるけどめちゃくちゃ可愛いしかっこいいんだよね。ちょっと1回転してあげて、ね、ちょっと2人ともおしゃれで、こんな感じでね。はい、左胸見てください。こちらでございます。はい、ナイトへのマークついております。これマジでいい。このデザインこの刺繍やべえよマジで。なんとフードは猫耳付きであざと可愛くなっております。こちらでございます。皆さんね超可愛くなっておりまして、本当にねぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。はい、よろしく。最高の高級感のボアブルゾンをちょっと最初にプレゼントしたい子がいて。え、誰？こんななんか特別にこの女の子にボアブルゾン着させちゃいました。また。なんで私これ着てるんだろう。いい子だったからサンタさんたちからのプレゼントなんだよ。サンタじゃねんかよ。俺がサンタかと思いきや俺もサンタじゃねんかよ。俺もサンタだし。もう一人ナイトエのグッズここまで進化してるの俺嬉しいよ。いやマジでそうっす。マジでそうで、すごいね。なので出かける用も部屋着でもね使ってもらいたいので。部屋着で使うんですか。部屋着でも使おうよ。部屋着でも使えるよな。パジャマとしても使おうよ。ということで皆さんバブルゾーンよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のニューイヤーグッズたくさん紹介させていただきましたけれども、 STPR オンラインストアでの販売となります。受付期間なんですけれども、2023年12月17日日曜日18時から1月8日、月曜日祝日の23時59分となっております。さあそしてですね、お届けなんですけれども、2024年1月12日金曜日から1月19日金曜日頃までにお届け予定なので、皆さんチェックしておいてください。よろしくお願いいたします。よろしく。商品には数の限りがありますので、気になる商品のご購入はお早めにお早めにお願いいたします。我々一つ一つこだわった最高のグッズなのでね、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。はい、よろしく。まあ、でもさ、それはそれとしてね。そうだよね、もちろん罰ゲームは決めないと。誰が一番確かに、いや、下手くそだったのか。いつかのそれ指さすか大事だね。どうかばっといっちゃおうもん、はいはいね、そいつが罰ゲームで。はーい、はーい、いきますよ。はい、せーの、止まれー。何でもやるよ、罰ゲームでも何でも来いよ。じゃあいいですか、罰ゲーム。いっちゃってました。来てしまった、この楽しみな時間が待ってました。今回の罰ゲームはですね、厄落としの秘薬を飲んで3秒以内にリスナーさんへの胸キュンセリフを言うでーす。イエーイ。
気に言ってるけど、うん、もうね薬用意されてるのよ。めっちゃまずそう。もうね見たくない。いやこれ飲んだら薬が落ちるから。今日も一日お疲れ様でした。はい、罰ゲームおめでとうございます。ありがとうございます。3秒以内にスタンサイのセリフも大事だから、ね。あーやべえわこれ。それでは相馬の罰ゲームまで3、2、1、どうぞ。いきます。あーやばい。このお茶は苦いけど、12月はお前と甘酸っぱい時間過ごすから、ついてこいよ。よろしく。うえーい。めっちゃ苦そう。すげー、街中キラキラだな。ん？寒い。はい、こうすればあったかいでしょ。見て見て、雪だよ。いや、そんなところに手入れないでよ。えい、お返しだよ。あー寒い。なあ、寒いからもっとこっち来いよ。お前って結構あったかいのな。イルミネーション綺麗だね。寒いからくっついちゃおうっと。あったかい。手袋忘れた？じゃあ俺のポケットに手入れとけよ。寒いのに顔真っ赤だけど。何？どうしたの？